81型フリゲートはイギリス海軍が運用していたフリゲートの艦級艦名はイギリス連邦を中心とする部族の名前に由来することからトライバル級とも称される。1950年代初頭、イギリス海軍は共通の戦隊、主機関に基づく戦乱護衛艦として対戦艦としての11型、防空艦としての41型、 レーダーピケット艦としての61型を整備する計画としていた。しかし、まず11型の計画が艦隊護衛艦としての12型に統合されて消滅した。また、このように目的別に別々の環級を整備する方式では全体としてのコストが上昇するという問題が指摘されるようになっていた。このことからこれらを統合する 汎用フリゲートとして開発されたのが本級である。ネームシップは1956年2月に発注されたが、実際には設計作業が完了したのは1957年2月であった。なお当初は前任の単能艦との差別化のためにスループとも称されていた。船体設計としては前任の41型、61型と同様の中央線路型が採用された。 ただしますとは、41型61型では前、ミズンの2本とされていたのに対し、本級では、先導後端に設けられた1本に統合されている。指揮官としては、41型61型では、マルチプルディーゼル方式が採用されていたのに対し、本級では、並行して計画されていたカウンティ級駆逐艦と、同系列のコサーグ機関が搭載された。これは、巡航機としては、 上気タービン手機関を使用し、高速航行時には加速機としてガスタービンエンジンを併用する方式である。ただし、カウンピ級では2セットの手機関で2軸の推進機を駆動していたのに対し、本級では1セットの手機関で1軸推進方式としている。本級の方がやや先行したことから、いわばプロトタイプとしての役割もあった。レーダーとしては、 対空捜索用としては、P バンドの965型レーダーが、これを保管する、低空警戒。対水上捜索用としては、S バンドの993型レーダーが搭載された。965型レーダーでは、マットレス型、一番式の開け型アンテナを採用した。これらはいずれもマスト状に設置されていた。ソナーとしては、 中距離捜索用に177型、海底探査用に162型、対戦迫撃砲の射撃式用に170型が搭載された。177型は、イギリス初のスキャニングソナーであり、おおむねアメリカの案、SQS-4 シリーズに匹敵する。使用周波数は 7.5kHz 級である。また1960年代末には、アシャンティ及びグルカに対して、 カナダ製の s q s 5 0 5を輸入した199型可変振動ソナーを後日装備している。コスト低減のため、艦砲は退役する C 級駆逐艦から流用した45口径 114mm 単装砲とされている。ただし放射撃式装置としては戦後世代の MRS-3 が搭載された。また、 近接防空火器として、新型の c ャット GWS-21 個艦防空ミサイルの装備が計画されたものの、開発遅延のため、ズール以外の艦では、当初は60口計 40mm 単装機銃が搭載されていた。一方、対戦兵器としては、リンボー対戦迫撃砲を一機搭載するのみであり、対戦火力は多くを艦載機である。 中距離魚雷投射ヘリコプターに依存していた。艦隊におけるヘリコプターの艦載化はフリーゲート級艦艇としては初の例であり、2番砲の直前にハンガーを設置して、その上面つらをヘリコプター艦板とした。ここに収容されるヘリコプターとしては、当初はセンサーとしてレーダーしか持たないウェストランドワスプが用いられていたが、後にリッピングソナーを備えた。 ウェストランドリンクスによって更新された。本級は低速であったため、艦隊護衛艦としては不適であった。一方、低強度紛争や戦争以外の軍事作戦においては、高く評価された。しかし、新型艦の収益に伴って、1980年12月までに、順次に現役を退き、1981年度防衛白書において、廃棄が決定された。 1982年のフォークランド紛争を受けて一回は再検討されたものの、1988年までに全艦が処分された。また、うち三隻がインドネシア海軍に売却されて運用されていたが、これらも2000年代までには退役した。ありがとうございます。